妙高市は、新潟県上越地方にある市である。旧新井市地区は、商店や工場が集まり、定期市で賑わう。周辺部は、里山と農地が広がり、主に稲作が行われている。山間部には、温泉宿も豊富である。旧妙高高原町地区は、観光客が多く、冬になると、スキー客が集まり、海外からの利用者も多い。旧妙高村地区は、 関山神社を中心に古くから、神道、仏教の歴史、文化が色濃く残る地域である。商品作物としては、大鹿のタバコ栽培が有名であったが、現在大鹿地区では、タバコは栽培されていない。妙高山に近い地域は、妙高都学志連山国立公園地域も含まれる。マダラオ山周辺と合わせ、温泉やスキー場など、 自然豊かな観光資源を持つ。新潟県長野県南高期には日照が長く降水量は減少し、観光期に降水、降雪が増加する日本海側気候で四季の差が明確である。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。国内有数の豪雪地帯を含むため、豪雪地帯対策特別措置法における特別豪雪地帯に指定されている。 旧荒石街地を中心とした平野部では比較的温暖であるが、旧妙高村、妙高高原町域をはじめとした山間部ではやや冷涼な気候となる。気温を対象要素に含む気象庁の観測地点は標高350メートルと山間部に位置する関山にある。春は降水量が減少し、高天となる日が多い。夏は暑い日が多いが、 関山において最高気温摂氏35度以上の猛暑日を記録したのは1984年、1990年、1994年の3回を数えるのみであるのに対し、平野部では2006年から2016年にかけて猛暑日を記録しなかった年は2009年と2016年の2年のみであるなど、暑さは地域による差が大きい。秋は降水量が増え、 日照が短くなるものの、フェーン現象の影響を受けて、高温を記録することもある。冬季の降雪量は多く、市内全域において積雪が見られる。関山では、真冬日を記録することもあるが、鈍天の日が多く放射冷却が発生しにくいため、早朝に厳しい冷え込みが見られることは少ない。最低気温が氷点下摂氏10度を下回ることは稀である。 日照時間は平年値で1452.7時間であり、決して長いとは言えない。1988年あるいは1991年のように年間合計が1000時間に届かなかった年もあり、2010年まではおおむね1500時間以下で推移していた。一方で2011年以降は1600時間を超える年が目立つなど、年による変動が大きい。以下。 関山における観測記録を列挙する。北国街道が通る地域として、古代から日本海側の用地として栄えていた。妙高山を中心とする神道、仏教文化が起こり、宗教都市として宿場を形成していた。関山神社や宝蔵院が建立され、妙高山を祀る関山神社には、源義仲、上杉謙信が参拝した。 赤倉温泉スキー場妙高杉野原スキー場、出店しないの路線バスは、首木自動車グループの首南バスが、主に運行を行っているほか、同グループ内他社の上越市方面からの路線も、乗り入れる。このほか、妙高市が、事業主体のコミュニティバス路線、市営バスが運行されており、運行業務は、首南バスが受託している。荒井地区周辺荒井駅近くに、 首南バス、荒井バスターミナルが置かれている。妙高高原地区周辺定期路線バスほか、スキー場関連会社の運行する、シャトルバス、周遊バスが、当期に多く運行される。2012年秋までは、アルピコ交通妙高営業所を置かれ、地区の路線バスが運行されていたが、首南バスへ移管された。中子インターチェンジは、上越市中子区に、 所在園温泉にもりいけない迷路をまだらお高原、スキー場。ありがとうございます。